天霊寺は、福島県藍津若松市東山城石山天霊に、所在する、総統衆寺院。3号は一万松山。文案4年に、芦名森信が、大魔行家禅寺南永賢州のために、道の区国会つく川東山に開いたと言われる。環状解散は、すぐる道のお勝ちであった。かつては、藍津総東州の総六市お金、ね、松寺三十三家寺。 総道十二を数えたとされる。足名家中高の英主とされ、藍津地方に大勢力を築いた足名森氏が、税に百貫分を寄進した記録があり、最盛期には、雲水千名を要する足名氏の菩提寺であった。天正十四年、足名亀尾丸の死によって、足名氏は、血統が途絶え、伊達氏と佐竹氏の争いとなったが、結局は佐竹義茂の次男、義弘が後を継いだ。 義弘は、当初、道の区国白河の白川祐希氏を継いで、祐希義シあるいは白川義シと称していたが、天正十五年、ア名森高の娘と結婚して、正式に、ア名家を継ぎア名義弘を名乗った。義弘は、天正十七年のすり、上原の戦いの敗北により米沢の盾、て、宗によって、合津黒川を追われ、天寧寺もこの戦いで一時消防している。 当時の遺構として残っているのは、本堂の祖先のみである。合図を追われた、芦名義弘は、実刑、義信を頼って、日立国に逃れ、後、豊臣秀吉から、日立国江戸先4万5千国を与えられ、なお、芦名森重と改めた。義弘は、関ヶ原の戦いの後、慶長7年に、父の佐竹義重、佐竹義信と共に、秋田領に入り、 なお、義勝と改め、千木軍角野盾に一万六千国を与えられた。角野盾では、町割りを行い、同地に、合図天寧寺の末寺として、三号、次号をそのままに、城下東方の花場山の麓に、天寧寺を創建、菩提寺とした。なお、合図は、伊達政宗には与えられず、秀吉は、廃家の賀毛宇治里を封じた。宇のは、上杉を、 越後国より火葬の上転校した。講演者を失った天ネ寺であるが、その後も周囲の人々の尽力によって維持され、現代に続いている。天ネ寺内の近藤勇の墓系大裏手には、母親戦争に敗れ軽視した、新選組局長近藤勇の墓がある。近藤勇の墓は、日本各所にあるが、天ネ寺の墓は、 ひじかたとしうが、遺体の一部を葬ったとされている。4月25日の命日には、母前祭りが開催される。ありがとうございます。